お世話になります。一人でございます。ハートゴールドソウルシルバーにおける新都遺跡のイベントをご存知でしょうか。新都遺跡のイベントとは、本来なら2009年7月18日から劇場版ポケットモンスターダイヤモンド&パールアルセウス彫刻の時空へで配信されたアルセウスをアルフの遺跡に連れていくことでのみ発生させられる限定イベントで、昔はアルセウスが改造か判断するためにも使われたくらい判定が厳格なイベントです。ですがアルセウスはここ数年で改造ではなく謎の場所バグを利用して謎の場所さん、フトブキシティさん、始まりの間さんの3種類がゲットできるようになっています。となるとこれらのアルセウスならイベントを起こせるのではないかと気になって眠れないですよね。そんな眠れていない方のために、今回は謎の場所バグで入手した3種類のアルセウスで新都遺跡のイベントは起こせるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあやる前に私この通りポケモンのとこ見てみますと、アルセウス3体持っております。で中身見ていきますと、この通りコトブキシティさんと謎の場所さんと始まりの間さんがおります。でこれらの入手は他の動画で行っておりますので、気になる方はそちらの動画を概要欄からねご覧いただければと思います。で私あらかじめネットでいろいろ情報を見まして、情報が少ないやつ、つまり確率としてイベントが成功しなさそうなやつからねやっていきたいと思います。エントリーナンバーワン、謎の場所さん、アルセウス。はい、じゃあアルセウスね、こんなかっこいいやつ連れていきたいと思います。中身はですね、謎の場所さんこいつ一体でね持ってっていきましょう。レッツゴー。はい、ここ通って起きろ、なんか起きろ、この辺でなんか起こるらしいですからね。入ってみようか。ここ無理かな。おい来いよ。あ、なんもないか。やっぱ無理か。また一人やってきた。え、これ北んでのただの見学そうなのか。我が輩はぬか喜びしちゃった。あ、でもなんか起こりそうな。え、起こんないか。なんもちょっと私もね、そのイベントのやつ見てないんでちょっと詳細わからないんですが、あーでもここ何も反応しないっすね。多分あのおっちゃんが重要だと思うんですけど、これ多分何も起こってないってことですね。じゃあ次行きましょう。ワンチュリーナンバー2、コトブキシティさん、アルセウス。はい、じゃあ次はですね、コトブキシティさんを利用してやっていきたいと思います。でこれもし映像とか流れたら結構要望が多いので、私はねリアクションしちゃうかもしれませんが、なるべくね喋らないようにしてやるかもしれません。なので途中で黙っててもちょっとあんま気にしないでください。お願いします。じゃあ行きましょう。よし行こう。来るか。これ多分あのおっちゃんだと思うんですよね。そこだけが重要だと思うんですよ。だから話しかけて多分スタートするって感じじゃないかな。来い。考古学の道へ進もうという見どころのある若者がまた一人やってきた。なんか反応しろ。ただの見学そうなのか。我が輩ぬか喜びしちゃった。ダメか、やっぱりこいつも無理。あ、無理か、まだわからないのです。だと思うんだけどな。ダメなのかこれ。やっぱりダメっぽいっすね。次はね結構有力情報もありますのでいけるんじゃないかなと思います。エントリーナンバー3、始まりの間さん、アルセウス。はい、じゃあ最後はですね、こちらの、はい、始まりの間さんでございますと。頼む、来なかったら超つまんない動画になるぞ。待って、来いよ、なんか来いよ。来ない、何も来ない。あー出てきた。マジかマジかいきなり超声出してるけど、いやごめんごめん、我が輩慌ててたもので、いやはや申し訳ないこと、怪我はなかったかい。怖いよ。なぬぬ、そのポケモンは神王地方からやってきたアルセウスというポケモン。え、ぬわ、そういうことですか。アルセウスが原因と。なぜだかわからんのだけれども、それしか考えられないのだ。ピン。もしかしたらアルセウスがアンノーンとアルフの遺跡の謎を解く手がかりに。我が輩と一緒にアルフの遺跡に来てくれないか。いやとは言わせないのだ。何かが起こりそうな予感に我が輩震えてるのだ。え、どっか行くの。え、怖っ。我が輩遺跡の研究を長年続けてきたが、いつもと何かが違うのだな。ピン。怖いよ。ヌオー。ヌオー好きなんかこいつ。壁に描かれたアンノーンたちが、アンノーンたちの目玉が我が輩を睨んでおるようだ。え、大丈夫これもう。な、なぬぬぬ、不吉な気配に足の震えが止まりませんぞ。え、ちょっと待って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 。え、なにこれ。でるるるるんでんでん。え、なになになに、こっち行っちゃっていいの。え、音楽かっこいい。でるるるんでんでんでん。ちょっと一応
セバイカしなくて、とりあえず行ってみる。どこどこどこ、何すればいいのこれ。え、なんもないじゃん。え、なんか起こんじゃないの。なんも起こんないけど。え、外出ていいのかな。出たらどうなる。あ、どういうことどういうこと。あ、これって冠の雪原みたいな感じなのかな。なんかこれ冠の雪原で見たことありませんか、あのなんか映像みたいので。あそこで出てきたやつか、多分。新都遺跡に興味があるとは若いのに素晴らしい。新王地方と上都地方の文化が融合していることはこの新都遺跡の柱のデザインからも伺い知れますね。おやおや、私としたことが、立ち話もなんですから、この先にある山小屋でじっくり語り合いましょう。え、何？え、始まんないの別に。え、ここ戻ってみまして、え、なんもないじゃん。なんも起こんないんだ別に。でもこれやっぱあれですよね、冠の雪原とかでイラストイメージで出てきたやつと一緒じゃないですかこれ。そうそう、珍しい人が山小屋にいるんですよ。トレーナーなら誰でも知ってる神王地方の有名人、各地を旅しながら神話や古代の遺跡を調べているらしいんですよ。すごいですね。え、誰？そいつは誰だ。誰だよ、頼むよ見せて。あ、あいつじゃん、シロナじゃん。シロナ、私はシロナ、ポケモントレーナーをやってるわ。この神都遺跡に来ると私の故郷神王地方を思い出すのよ。はじめは神王のように雪が多い土地だからそう感じるんだと思ってたわ。でもそうじゃなかった。大昔、神王地方からこの土地に移り住んだ人たちがいたの。彼らは故郷を持ってここに神殿を作ったのね。それが神都遺跡。ピン。君、ポケモントレーナー？君の持っているモンスボーから強い力を感じるわ。え、この力の感じ、ディアルガ、パルキア、それともギラティナ。似ているようで違う感じ。君、時間はある？一緒に神都遺跡を見に行きましょう。私の勘が当たっているなら、君と君のポケモンがあの舞台に上がった時何かが起こるわよ。マジかよ、さっき上がったぜ。怒んなかったよ。お、ケイシーがいるね。こいつはまだいいかな。大昔の人々はポケモンの命をもらい、また命を与えていた。それだけ人とポケモンは今より強く結びついてたと考えられるんですね。神話や伝説も動き、各地で交わるんですよ。この土地にある古代の遺跡や上都のアルフの遺跡と神王の槍の柱、両方の伝説を受け継いでいる。つまり大昔この土地で上都の人々と神王の人々が交わった証なんですね。こいつは何？わけもわからずこんな場所に来てしまって戸惑っておるようじゃな。家へ帰りたいのなら、わしの騎士だけが使える特別な力で送り返すぞ。いや、いいよ。うっせえな。シロナちゃんのとこに行きましょい。行け。どうかな、なんか始まるから。あ、いた。ここは三つ舞台、アルセウスを祀るために作られた神聖なステージ。アルセウスの偉大な力を音楽と踊りで表現したと言われているわ。上都地方にはその伝統を受け継いでる人たちがいるわ。三つ舞台に憧れるのは一匹のアルセウスだけ。舞台に上がりたいのなら、他のポケモンは山小屋のパソコンに預けてきなさい。ごめん。ポッポを預けに行きましょう。先に言っとけよ。ポッポちゃん、グッドバイ。くせぇ！いるかな？いた。あ、もうこれは聞いたやつだね。はい、いいかな？古い文献にはアルセウスが三つ舞台に立つと時間と空間と半物質世界が生まれると書いてあるのよ。三つ舞台の主役がついに現れたというわけね。私が長い時間をかけて神王の遺跡や神話を調べてきたのは、もしかしたら君をこの舞台へ導くためだったのかも。なるほど。なんか来るかな。三つ舞台には世界を作り出したポケモンたちが描かれているの。超中央の円は全て源アルセウス。これは空間を司るパルキアの文様。そうなんだ。こっちは時間を司るディアルガの文様。そして、あ、これがアルセウスか。あ、ここはギラティナか。ここはギラティナ。この世界の裏側、時間空間に対する半物質の世界を司る。半物質ってなんだ。君はアルセウスに認められたトリナー。宇宙を作り出したアルセウスが力の一端を見せると言われているわ。その力は多分何もないゼロの状態から新しい命を生み出すこと。オッケーオッケー。君が3つの円の1つを選んだ時、何かが起こるはず。こういう時は準備を怠らないようにすることね。どうしよう。でも私やっぱり、あ、でもギラティナがいいかな。
行こう。破れた世界の王ギラティナを選ぶの？はい、行こう。行けるかな？大丈夫かな？あ、来た。ちょっとここで喋んないようにします。え、反応怖っ。めちゃめちゃ怖いんだけど。え、何、真っ暗になっちゃったけど。結構長いよ。え、てれ、いや、いつものおなじみの音。いや、アルセウスの顔だ。かっけ。え、なにこれ長っやべ、ビル街高速道路みたいなもん、鉄道もあるじゃんなにこれなげえよ。顕微鏡で見た みたいなやつありましたね。卵？なになにそれ。あ、割れちゃうの？え、真っ暗になっちゃった。大丈夫か、ぶっ壊れてないこれ。バレた、バグってことが。え、なによ。え、何あれ怖っ。え、モンスターボール、あれピン。不思議な弾はポケモンになった。あーとか手に入れられんだマジか、こういう感じか。なるへそなるへそ。ギラティナにニックネームつけねえよ。え、今の光る弾はもしかしたら卵？誰も見たことのない卵が誕生する瞬間を私たちは目撃した。卵はあらゆる命をその中で育むゆりかご。私たちの住むこの星も卵のようなもの。卵から生まれた命はやがて燃え尽きて、そして新たな命に再生する。アルセウスが私たちに見せようとしたのはそういうことかもしれないわね。哲学的だね、すごく哲学ポケモンにしようよ。もう今のはまた強い力が渦巻いているようだわ。え、まだ続くの？え、どういうこと？あ、戻っちゃった。え？ぬはは、無事だったかい？我が輩の目の前から突然消えちゃったもんだから驚いたのだよ。あの人いなかったのか。そっかそっか。なるほどなるほど。アルセウスと安納の力が影響して大きなエネルギーを生み出した仕組みを神と遺跡に飛ばしてしまったということかな。安納とアルフの遺跡とアルセウス、謎は深まるばかりですな。我が輩の好奇心がもりもりと盛り上がっちゃったのだ。いつの日か必ず謎を解いて見せますぞ。え、じゃあさ、あのさ、山男とさ、おじさんは何してたの？あのケイシーのおじさんとか、どうやって行ったの？そこに何、琴音から電話来たけど、関係あんのか？お父さんたら一人君のこと立派なトレーナーになるぞなんて言ってるのよ。博士気取りなんだからもう嫌になっちゃうよね。なんでそんな大した話じゃないんだ。別に関係した話なんかな。今このイベントやったから出たってことかな。あ、ギラティナ1レベやば。知ってましたけど、これはやばいでしょ、はっきり言って。ちょっと見てみましょう。白金玉なんじゃそら。神と遺跡で出会った。うわ、すげえ、めちゃめちゃかっこいいね。地面タイプの技を受けない浮遊のね。え、竜の息吹、怖い顔。マジか、それだけ。あ、リボンとかはないのね、さすがに。ギラティナ1レベゲットだぜって感じですね。白金玉って何？白金玉ちょっと見てみましょう。え、なにこれ。え、どういうこと。あ、変わるのか、形変わるの。これ知らなかった私。かっけえ、なに今の、超かっけえじゃん。うわー、すげえ、あんな風に変わるんだ、アニメーションみたいな。あって、すごいね、これ知らなかった。いいね、最高だろお前。
つかこれ今気づいたんですけど、このアルセウスってバグで作ったやつで、多分公式としては正規個体として認められないと思うんですよね。ですがこのレベル1のねギラティナ、こいつはこのアルセウスのやつを間接的に使ってるだけなので、まあやり方的には非合法的なんですが、多分レベル1ですが個体自体はね合法とされると思いますので、いわゆるね他の謎の場所バグとかでゲットできるダークライとかとは違って、こいつをね堂々と出せるっていう意味でめちゃくちゃすげえ、それ美点なんじゃないかなと思いましたね今。だからめちゃめちゃヤバすぎでしょこれ、はっきり言って。ということで検証結果、謎の場所バグで入手したアルセウスは、始まりの魔さんなら神都遺跡のイベントを起こせるでした。このイベントはここ数年でのアルセウスの7万3000歩のバグが開拓されるまで配信ポケモンを利用しなければできなかったので、ここ数年で新たにできるイベントが増えたということになり、このバグはポケモン史に超絶ハイパー多大なる影響を与えたと言っても過言ではありません。まあ、今回はね一つ感想があるので、ここで一種アルセウス創造ポケモンであるが、所詮は人が創造したもん。